すごろく屋の大橋です。今日はゴールデンウィーク直前ということで、お出かけにおすすめのボードゲーム3選をご紹介させていただきます。私はすごろく屋の主に神保町店で、店頭で立ってお客様におすすめのゲームをご紹介しております。最近ハマっていることは今、麻雀にめちゃめちゃハマっています。自分で打つのも、もちろんですし、あとはプロリーグ今すごく熱い展開なので、毎日欠かさず見ております。最近一押しのゲームはラミーキューブですね。しばらくちょっと欠品してて最近入ってきたんですけど、まあ、パズルみたいなことをするんですけど、まあ、そのただのパズルではなくて、自分のタイル以外にも他の人が出したタイルもうまく使って、やりくりしていく。ただこれゆっくり考えると結構できるじゃんってなるんですけど、その持ち時間制とかにした瞬間難易度が跳ね上がるので、ぜひその過程も含めて楽しんでいただけるんじゃないかなというゲームです。出かけにおすすめのボードゲーム3選、1つ目は、こちらユニットポリーです。こちらは、1対複数人のゲームで、羊の群れに紛れた狼の約1人と、あとはその狼を見つけ出す牧羊犬チームの、戦いです。いくつかあるタイルの中から狼のタイルを見つからないように狼役の人はうまく、逃げていくゲームなんですけど、牧羊犬の位置からもちろん離れれば離れるほど、まあ、見つかるというかたどり着かれることは減るので、できるだけ遠くに行きたいっていう感じに最初思うと思うんですけど、実はこれタイル動かしたところに必ず狼がいるかどうかっていうのはわからないので、めちゃめちゃうまくやると狼を一回も動かさずに勝つみたいなこともあります。というか私はこれ初めてやった時、それをそこの人にそこの人に、そこのスタッフにされて、なんかめちゃめちゃそういうのもあるのかっていう悔しい思いをした経験があるので、ぜひ遊ぶ方、狼役やって、一度も狼動かしてませんでしたね、勝ってその体験をしてほしいので、ぜひ遊んでみてほしいです。で、この広げるところもそんなに場所取らないので、移動中の新幹線の中の椅子についてるテーブルとかでも全然 OK かなと思います。なんかやっぱ下り顔したいから狼やりたいですね。はい。お出かけにおすすめのボードゲーム3選、2つ目はこちら、アールガイバルズです。もうこれだけスリムな、コンパクトなパッケージで、もういかにも、旅のお供にって感じなんですけれども、これは2人専用のゲームで、まあ、お互いが同じカードを持っています。で、基本的には、数字のじゃんけん、せーので1枚ずつカードを選んでバッと出して、数字のじゃんけんをして勝敗をつけて先に4勝した方が勝ちというシンプルなルールなんですけど、カードそれぞれの特性がかなり、まあ、いろいろありまして、中にはただのそのじゃんけんではなくなる、かなり戦略的なゲームです。で、これは一応まあ何回勝ったかっていうのは記録しておく必要があるんですけど、何か広げなきゃいけないとか全くない、1枚選んでせーので見せ合うでも全然 OK なゲームです。で、こちら先日 RR1 グランプリという大会がすごく屋で開催されたんですけど、その時の優勝選手のライトさん、ライトさんがこれバスの中で遊んでました。ライトさんは専業ゲーマーの方なんですけど、ゲーム合宿に向かうバスの中でも遊べたよっていうので、動画にもちらっとで映していただいてたんですけど、それぐらいどこでも遊べるゲームなので、ぜひ旅のお供におすすめです。推しのカードは、大臣っていう、ちょっと書いてあること強そうだけど数字が微妙っていうカードがあるんですけど、これをうまく使えたらかっこいいだろうなぁと思って、うまく使えるように、研究してます。お出かけにおすすめのボードゲーム3選、3つ目はこちら、ドロッセルマイヤーさんの謎々気分です。これすごいなんか分厚い本みたいな感じなんですけど、何をするかというと、ランダムで、謎々を生み出してくれるというゲームです。このなんとなくざっくり前半と後半に分かれてるんですけど、このパーンとめくって前半パッと開いたら、例えば昔話に出てくる、開いた後にまた後ろの方でパーンと開いて、悲しいものなんだみたいな感じで、こうランダムに上の句と下の句みたいな感じで謎々が生み出されます。で、これもちろん答えはありません。
もう皆さんであれこれ言って、あ、一番その答えいいね、面白いね、ぴったりだねっていうのをみんなでこうワイワイ話して、まあ、その場の、答えみたいなのを、まあ、決めてもらう。まず、答えを決める必要すらもはやない。ね、みんなでその場でいろいろお話をすることを楽しむというゲームです。で、このゲームすごくいいところが、車の移動中とかに運転手も一緒に楽しめるゲームなんですよ。そんなにもちろん何かを見たりとかをする必要がないので、誰かがこの謎々を読み上げて、それにみんなで参加して遊べるというゲーム。で、もちろん移動中何かの待ち時間とかにも遊べるので、すごくいろんなところで出番があるゲームじゃないかなと思います。で、他にもシリーズがありまして、なぜなぜ気分という水平思考と呼ばれるゲームですね。なぞなぞとは違って、まあ、その事件みたいなのが起きていて、どうしてその事件が起きたのかみたいなのを推理していく。まあ、ただ推理といってもこれも答えがないので、ワイワイと楽しむという意味ではこちらと同じ。で、あとは、こちらもすごく人気があります。散歩心というゲームは、これは行き先を示してくれるやつです。いつか住んでみたい街で壊れているものを見つけようとか、こうミッション的な感じなので、これもお出かけ先で何かちょっと遊ぶっていう時に、行き先を決めたり、もちろん、お出かけ先でそれに近しいものを見つけるのに使ったりっていうのでも楽しめるかなと思います。この3つの中で一番のお気に入りは、私はこの謎の気分が好きです。本当にちょっとした合間に開くだけでも、頭の体操になるというか、想像力がかき立てられるイメージ。アトラクションの待ち列とかでも結構使ってるよっていう方の声、聞くこと多いんですけど、ほんとそれぐらいの時間でもいいぐらいですね。あともう一つ、青色のやつもあって、それもやることは同じで、中に書いてあることが違うって感じなので、もしお好みで好きな方選んでいただけたらいいかなと思います。今回は、お出かけにおすすめのボードゲーム3つご紹介させていただきました。これ以外にも箱がコンパクトだったり、お出かけ先で気軽に遊ぶのにおすすめなゲームたくさんございますので、ぜひ店頭へお越しいただいた際にはスタッフへお声掛けください。あとですね、最後にこちら。毎週木曜日、スゴロクや神保町店でゲーム会開催しております。ガチ対戦が熱いボードゲーム体験会というかなりかっこいい感じのポスターなんですけれども、こちらの中に実は今日ご紹介した R ライバルズも入ってますので、R ライバルズぜひ遊んでみたいという方、ぜひスゴロクや神保町店に木曜日お待ちしております。